はい、それではですね、アリたくさん揃えました。で、同じね、アリ2つ揃いましたので、レベル30に上げましたので、早速合成していきたいと思いますけれども、これどっちがいいとかあるんですかね？攻撃力とか高い方がいいのかな？同じ30でも全然攻撃力違いますね。全然でもないか。はい、じゃあ、こっちを、攻撃力高い方をベースにして、はい、ここですね、シンセシスっていうんですかね。はい、でサブデッキにレベル、あ、他のやつでもいけるんだ。あ、そういうこと。なんだなんだ、同じやつじゃないとダメかと思ってたけど、他のやつでもいけるんですね。まあとりあえずせっかくなんで、じゃあこれですね。はい、マグマとマグマの、あ、お金がないんだ。お金を買ってこなきゃ。まず AE トークンですね。 AE トークン買えるだけのお金が、まずはマーケットプレイスで、あ、大丈夫ですね、お金あるので。じゃあここですね、ここで、はい、AES トークンを買いますとね、いうことで、とりあえず50AES トークンあればいいのかな。じゃあ50購入しますと、アクセプトと。はい、で50、はい、たまりましたので、じゃあもう一回アリーの方行って、はい、でこっちか、こっちを強化しますと。これですね。はい、でサブデッキは同じやつを選びますと。はい、じゃあこれでね、エボリューションストーン10個、エボリューションストーン10個と AES トークン50個使って、はい、合成いきます。おー、なんかはい、あ、これで終わりですか。はい、これでレアになったのかな。あれ、どこに行ったんだ。これで、これで何ができたんだ。あ、これかな、これですね、これですよね。はい、これができたということで、レアのアリーが誕生しました。はい、じゃあまたこれをレベルを上げてって、今度はこれをレベル30にしないとダメか。はい、ということでね、はい、じゃあ次の目標はこれをレアのアリーを2つ構成するところまで、はい、頑張って次の目標にしたいと思います。はい、それではですね、いよいよステージ2の10ですね、攻略していきたいと思います。で、攻略するためにですね、アリーを NFT 購入して、で2つの NFT をレベル30にして、で合成してレアのアリーをね、2つ作りましたと。ちょっとレベルがまだね、15までしか上げきれてないんですけれども、それでもね、レアが3人と、あとノーマルが2人なので、これでまずはちょっとね、様子を見たいと思います。はい、じゃあまずはスタミナを補給して、はい、これでいけるかな。全員スタミナは大丈夫ですね。はい、じゃあこれで挑戦したいと思います。レッツゴー。うわあ、一撃で死んだ。結構やっぱレアだと防御力も高いんで、こちらもなかなか死なない。あレベル30、うわあ、そうなんだ。厳しいっすね。ちょっとプレイスメント変えた方がいいのかな。あれでいけるかな。ちょっともう一回でもいけそうなんでね、行ってみたいと思います。はい。わあ、一撃でやられるのか。お、
りあえずレベル30のアリーが、うわあやられた、うわあやられた、これだと厳しいな。これでも奥からやられてるからプレイスメント変えればなんかいけそうじゃないですか。ちょっとプレイスメント見直しましょうよ。なんか奥からやられてるんで、こいつもここじゃなくてここにして、でこの子はいいな。そうですね、奥からやられてたんで、これならこれもこれも後ろに下げて、でこの子を前にして、ちょっとこれでやってみましょうか。なんか奥からやられてたんで、奥の方にノーマルを置いて、まあ前面にね強いのを置いてって、これでちょっとやってみたいと思います。さあ頑張れ、なんとか行ってほしいな。うわぁ一撃でやられました。一列に置いちゃダメなんだな、後ろ。あ、でもやっぱり奥からやられてくんで、レベル30、うわぁレベル30が残ってればなんとか。うわぁ厳しいな。ちょっと一列に並べるのよく、あリターンをしちゃった、ちょっと失敗ですね。やっぱりまだレベルが足りないのかな。もう一段上げないと、これですもんね。なんか無駄にスタミナばっかり使う、嫌ですね。じゃあちょっと最後プレイスメント変えて、これでダメならもう諦めましょうっていうことですね。まあ今のはいいか、今のはこれはこれでいいんだけど、これをやっぱ一列に配置しちゃうとダメなんですよね。だとこれでやってみて、もうダメだったらまたレベル上げ、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあ最後これでいってほしいけどな。よしよし、よしよしよし、いい感じいい感じ、よしよしよし、いけそういけそう、頑張れ頑張れ。うわいけいけ、うわ、やっぱりもう少し上げないとダメということで、はい、ちょっとねこれでダメなんですかって感じですね。はい、ちょっとね確認しておきましょうね。皆さんの参考になると思うんで、今レアのねアリーレベルマックス30が1つと、あとレベル15が2つですね。ちょっとパラメータ見てもらった方が参考になりますかね。はい、今こんだけ揃えてるんですけれども、まずマックスのやつですね、レアで、攻撃力484のヒットポイント579、はい、でこれはレベル15なんでその半分くらいですね。ヒットポイントでも高めですね、 HP 高めですね、はい、でこっちがまた別のアリーでレベル15で、まあ、こんな感じですね、はい、あとはノーマルですかね。ノーマルだとやっぱりそうですね、レベル15のアリーよりちょっと下なので、もうやっぱりノーマルはもうステージ2の、ね、中盤以降はノーマルじゃやっぱり勝てないかなっていうのが分かってきましたので、はいね、まずはマーケットプレイスで NFT 購入して、で育てて、で育てた後はアリー2体ですね、2体合成してレアにレベルアップして、まずはこれですね、この NFT タイプのアリーを購入して、2つ購入して2体合体してレアを作るというところを、はい、頑張っていただければ道は開けると思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。